はい、続いて川東くんの演技です。福永くんのロープを演じるということで、ポイントは何ですかと聞きましたら、福永先輩の礼儀正しさが僕の目標ですと言ってました。彼はいつも真摯に新体操に取り組んでいますので正しいじゃんと思ったんですけどね。入退場だけではなく、ここから見せる彼の、新体操に乗り込む真摯な思いを見てみましょう。楽しみです。しまいました。足も綺麗ですね。あーターンも綺麗です。スッポンってはまりますね。気持ちがいいです。あー、お見事でした。あ、会場も注目しましょうか。礼儀正しい会場どうなんでしょうかね。腰の角度がポイントでしょうかね。綺麗な背筋が伸びていました、はい、さあ最後のポイント、あ、礼儀正しい退場でした。川口、川東君の演技でした。